どうも、ナオチンです。今日は新しく発売されたアクション RPG、バイオミュータントをやっていきます。よろしくお願いします。まず最初に、種族を選ぶっていうところから始まりますね。6種類種族がいるんだね。なんか、頭がでっかいやつとか、ちょっとごついやつとか、いろいろいるんだけども、まあ、ステータスで選んでもいいかな。見た目は俺別にそんなに気にしないんで、何にしようか。とりあえず動きが速いやつが、おそらく、やりやすいと思うんで、俊敏性だな。これを、特化したやつにしましょう。あ、俊敏性は全員変わらないや。ならば、攻撃力が高いやつで行きましょう。こいつだな。ダムドン。ほうほう。そして次が、遺伝子構造を決めてくれ。あ、なるほど。この遺伝学っていう、この遺伝子コードを、どこにするかによって、大きく変わるんだな。見た目も全然違うな。なんか、ぶっといやつとかもなるし、なんか、細くてちっちゃいやつとかにもなるみたい。あ、ここで俊敏性を上げてあげればいいんだね。オッケーオッケー。もうこういうやつは、だいたい特化したやつの方が、強いっていうことでしょ？もう俊敏性100。もうこれで間違いないでしょう。遺伝子の回復力を選んでくれ。耐性か。あ、どっかを良くすると、どっかが下がっちゃうんで、耐性はもうど真ん中で、いきます。毛皮？あ、これ色か。こういったものは別にね、そんなに気にしないので、行きましょう。あ、青が好きだな。ちょっと青っぽいやつにしましょう。なんか緑色っぽくなったな。で、次が、クラスか。職業ね。はい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 。デッドアイ。遠距離系。コマンド。近接。あ、遠距離、これ遠距離か。あ、これ魔法使い。サボタージュ。ほうほう。センチネル。なるほど。近接はこいつみたいだね。サボターです。じゃあこれで行きましょう。サボタージュ選択。はい。それでうまくいく。これでスタートできるんだね。で、移動が、ああ、オッケーオッケー。まず最初はチュートリアルです。ったものが1人。おお、なんか来た。丸、おおお、あ、なるほど。丸が回避ね。で、あ、R2 で銃を撃つんだ。はい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 。で、あ、なるほどね。お、危ない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 。え、あ、視覚が近接攻撃か。で、回避が L1？ これ、え、ガードじゃん、これ。あ、あ、なるほど。パリみたいな感じね。危ない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 。あー、なるほど。回避アタックみたいな感じか。危ねえ。おお、武器破壊。まあ、まだチュートリアルみたいな感じね。今は急いで逃げるべき。何何何、こんなに逃げる逃げる。あ、ここ、おお、何何何、これ爆発するやつじゃん。逃げろ逃げろ逃げろ。敵が出てきた。なんか始まった。え、野生の生物が変異し始めた。マングースみたいなやつだな。まあ、とりあえずこういう攻撃していけばいいんでしょ。はいはい。あ、なるほど。ちょっとむずいぞ。結構 HP 高いんだけど、こいつマジか。最初から結構こいつは HP が高い。あ、銃じゃ全然ダメージ与えらんないじゃん。はい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 。ちょっと待て。結構リロードとか時間がかかるね。よっしゃ。多分まだね、戦闘スキルが全くない状態だから、戦うのがなかなか難しいんだろうね。あとあと多分、戦闘スキルっていうのが、増えてくるんでしょう。こういうチェーンに
捕まるとかそういうアクションも結構簡単にできて、動きは意外といいかもしれないね。あ、なんか来たぞ。銃持ってるやつとかいるじゃん。中に危ない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 。一回攻撃しだすとちょっと動きが難しいな。回避、危ない、あっぶねえ。おお、回避攻撃みたいのがあるな。あ、なるほどね。お、いった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 。しゃあ、いった。ああ、ちょ、攻撃しだすとダメだね。急な回避っていうのはできないんだ。あっぶねえ。回避がうまいこと成功するとちょっとスローになるんだな。しゃあ、オーケー。あ、銃でもそこそこダメージは与えれるっぽいな。なんだこれ、アイテムか。倒した敵から、あ、アイテムを奪うことができますよと。なるほど。あ、アイテム、おお、なんか体力回復薬みたいなのをゲットしましたね。キャンディー、なんか投げて、あ、いった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 、いた。ちょっと待って。これ、おーい。しゃ、あい、あー、すげえ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 。これ、遠距離系の方がこれさ、有利なんじゃない？おー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 、爆発させることができるんだ。あー、危ねえ。はい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 。遠距離系強いな。遠距離系めちゃくちゃ強いじゃん。あ、持った時に爆発させれば、ダメージを与えることができた。吹っ飛ばしてやれ。難しい。でもそこを狙うのが。危ねえ。おい。しゃあ。まあ、HP 回復するまでもなかったか。で、アイテムゲット。キャンディー！え、次何？アイアンウォールを倒す？敵の中には大きな盾を担ぐ者がいる？あ、近接攻撃で盾を破壊できるんだ。それ俺、それお前、車のやつ。お、あ、一体、これで？壊した。いった！ちょっと待って、こいつ近くに寄らせて爆発。やった、危ない危ない危ない。ちょっと撃て。ちょっと近接の敵とか攻撃力えぐいな。銃当てるのめぶ難しいしね。あー、いった。おっしゃ、倒した。ターゲティングがまだまだちょっとうまくいかんな。うん、避けて隙ができたら攻撃する感じだよね。しゃ、おお、倒した。モークは体内のいくつもの臓器でモークを作り出して苦痛を感じると噴出する。あ、まあまあ敵か。そしてそれを吸収したスペシャル攻撃。生物は DNA、 あ、なるほど、さっき覚えたやつか。でも全然威力ねえぞ。威力は全然ない。危ない。威力全然ないやん。 こいつらが強いのか。こいつらが強すぎるのか。なんか全然減らせないよ。あ、やっぱ一匹倒した。ああ、バーンって言った。ああ、もう隙だらけ、隙だらけだよ。でもそんなダメージはもらわないし、自動回復するし、
いいね。この金星ってなかなか難しい。お、なんかいる。エアストライク。敵の攻撃に合わせて完璧にカウンターを出せば、スタンさせる。へぇ。車輪がついたやつが数で押されている。助けてやるべきだ。ん？あ、ああ、あいつを助けてやれって？いや、どっちが敵なのかが全くわかんない。わかんない。イエーイ！おっしゃおっしゃ。あ、結構範囲は広いんだな。ちょっと敵多すぎ。敵多すぎるやろ、これ。敵が多すぎ。よし。なんか体験みたいなやつの方が俺は向いてるかな。ちょっとこの手数が多いやつって若干やりやす、やりにくい。銃をメインに使うやつとかでも良さそうね。いや、うまく当たった。これ、ああ、そうか。モンハンとかでもね、俺2頭結構苦手だもんな。はい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 、オッケー。いけ。パリーみたいなの狙ってみようか。はいはい。来なさい、来なさい。おお、何もしないんかい。これで片付いたな。造園が来る前に車輪がついたやつと話してみよう。おお。ちょっと待って、アイテムは全部取ってから行きましょう。あいつは仲間だったんだね。はい、それではバイオミュータント、今日からやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。